じゃあ、タツルです。僕の動画を再生していただきありがとうございます。今回のテーマはこちらです。はい、というテーマでね、やっていきたいと思うんですけども、今ね、なでしこジャパンはフランスでワールドカップを、サムライブルーはブラジルでコパアメリカを戦っていますよね。本当にね、どちらもね、本当いい結果を残してほしいと思ってますけども、出場したからにはね、もう優勝してほしいですね、僕は。まあもちろんね、相当難しいのは分かってるんですよ。当然。だけど、可能性は1はありますからね、1は。その1をね、どんどんね、勝ち進んで、100にしてほしいですね。特にサムライブルーの方はね、ほんと頑張ってほしいですね。この間ね、いきなり優勝候補チリに、情け容赦ない4得点をね、食らっちゃいましたけども。ね、やっぱり強いですね。さすが優勝候補っていうのをなんか思い知らされた感じがしましたけども。でも気持ちを切り替えて、次のね、ウルグアイ、もうまたね、最強のチームですけどもね、スアレスとカバーニの最強コンビを、解散に追い込んでおりましょう。なんてね、この仁義なき戦い、フランス死闘編とブラジル死闘編をね、日本から応援したいと思います。ということで、ね、今回はね、そんなサッカーにちなんだサッカー関係者によるサッカーにも人生にもためになる、僕個人的にね好きな名言をね、今回紹介させていただきたいと思います。これはね、もう冒頭にもね、書かせていただきましたけども、もう名言中の名言なのでね、もう一度。まあこの名言は本当に有名で好きな人多いですよね。多分、サッカー好きな人はもちろんですけども、それ以外の人も結構、本当に勇気をもらえる言葉だと思いますね。勝負はやってみなければわからない。相手は格上でも、格下でも、関係ない。どこだろうと、舐めらずに、ビビらずに、人を制した奴が最強なのだ。ってことですよね。時には自己中に、そしてポジティブに突き進んでゴールを決めてくれ、ね、特に久保選手のね、初ゴール見たいっすよね、アイグね。そして最後に、今ブラジル死闘編でね、監督をしているこの方の名言です。楽しい死闘に勝って笑やかそうぜ、頑張れ日本。